を行ったブロガーである。建国の父、リークアンユーを非難した動画を YouTube にアップロードしたことで投獄された。リークアンユーを独裁者と呼んだ動画を YouTube にアップロードしたことにより、53日間にわたって収監された。CNN のインタビューに対し、自分があえて一線を越えて見せることで、他の人たちが様々な問題について、もっと率直に議論できるようになる気がする。 それこそが本当に大事なことだと思う。と答えた。また2016年9月にはイスラム教徒とキリスト教徒を侮辱する動画を投稿した。エーモス・イ、e、は刑務所で3日間のハンガーストライキを開始した。7月6日、シンガポールの裁判所は最後の2日間の公禁の日から4週間の判決を下したので彼は裁判所に釈放された。彼の弁護士は彼が 有罪判決に上訴すると述べた。2016年12月16日、米国当局に政治亡命を申請し、裁判を待つためにシカゴ国際空港に到着。シカゴの移民裁判所は政治的迫害を理由に2017年3月24日に亡命を認めた。ありがとうございます。